アローエクスプレス、半姉に、重傷2賞を挙げた、ミオソチス、父明治光、前王とのトルーエクスプレス、判定に種ボバのサンシャインボーイ、父テスコボーイ、おいに、サツキ賞優勝馬ファンタストがいる。1967年、北海道静内町の三沢牧場に生まれる、本馬の馬所である、伊達秀和は、 本業を他に持ちながら血統などの研究熱心なことで知られ、父母は共に、伊達自らが導入した繁殖場であり、実質的に伊達の生産場である。母ソーダストリームは20世紀有数の馬産家、アーガー・ハーン三世が生産した両血場であり、本馬はその六頭目の産区で初めての馬だった。その馬体は幼馬の頃から大柄であったが足が外向しており、 馬の勾配に牧場を訪れた、調教師の安倍翔太郎は、競争馬にはなれないという見解を示すなど、管理先はすぐには決まらなかった。最終的に調教師として、旧社を開業したばかりで姉みおそちスの主戦騎手を務めた、高松三太が管理を希望し、競争年齢の3歳に達した1971年、中山競馬場白い文城の高松旧社に入った。 調教が始められると、抜群の走りを見せ始める。デビュー前のある日の調教では、1000メートルを65秒で走ることが新馬戦勝利の目安とされていた時代に、61秒というタイムを出した。この時、時計の故障を疑った高松に、隣でその走りを見ていた、坂井翔太郎が、壊れてないと、能力に呆れたような様子で訂正したというエピソードが伝えられている。 9月20日、地元中山競馬場の新馬戦でデビュー。高松旧車に所属していた若手騎手、柴田正人が騎乗し、芝1000メートル日本レコードタイの58秒9というタイムで勝利した。続く条件戦も2馬進半差で勝利、重賞初出走の京成杯3歳ステークスでは、柴田が猛腸炎にかかっていたためかがけしみに乗り換わり、2着に3馬進差をつけて勝利した。 続くオープン戦は、柴田で勝利し、12月に迎えた、関東の3歳王者戦、朝日ハイ3歳ステークスでは再び加賀が起場した。当時のアローは、脚部不安を抱え、急接に注射を打つなどしていたが、レースでは芝千6 0 0メートルの3歳レコードを、一挙に0.8秒更新して優勝し、5戦5勝で、シーズンを終えた。当年、最優秀3歳ボバに選出された。 翌年のクラシックへの最有力候補と目されると、同時に、九戦7勝で、関西の三歳王者となった谷野ムーティエとの対戦に、期待が寄せられた。翌1970年初戦は、安城を柴田に戻して、京成敗に出走した。高松は伊達に休養を進言したが、出走は強行され、仕上げの調教が行われないままの出走となった。レースでは、 最終コーナーで抜け出しに手間取り、ゴール寸前で松の展覧を、花さ捉える新勝となった。一方で、この勝利は柴田にとっては、キャリア初の重賞勝利であった。その後、クラシック初戦、サ月賞への前哨戦として、スプリングステークスに、出走、同じくサ月賞に備えて登場してきた谷のムーティエとの初対戦となった。レースではアローが、先行集団を見、 ムーティエが後方に控えるという展開で進んだ。最後の直線に入ると、アローが先頭に立ったが、追い込んだムーティエにゴール直前で捕らえられ、三、四馬審査で初の敗戦を喫した。サツキ賞に臨むにあたり、高松は引き続き、柴田の起乗を望んでいたが、伊達が加賀への乗り換わりを指示し、サツキ賞は加賀での出走となった。当日は、 ムーティエ一番人気、アローは二番人気となった。レースでは先行して進んだが、第三コーナーで突如として失速し、集団待機策を取っていたムーティエの直前まで交代。直線では、ムーティエと激しい競り合いとなったが、ゴール前で首差遅れての二着に終わった。途中交代のはっきりとした理由は不明であり、オモババに足を取られたとも、ガガの作戦だったとも言われている。 続く NHK 杯ダービートライアルはアローが一番人気に支持されると先行作からゴールまで押し切りスタートで出遅れたムーティエを庭新半尻溶け勝利した迎えた東京優秀日本ダービーでは AT 対決の王一番として関東関西のファンを二分した盛り上がりとなった当日はアローが41.8%の単勝支持を受けて一番人気 前走で敗れたムーティエが2番人気となった。しかし野郎は当日朝に追加の調教を行ったことが悪影響を及ぼし、競争前から発冠著しくじれ込みを見せた。レースは先段を進んだが、後方から進出してきたムーティエに合わせてスパートをかけようとした際、進度が塞がるという不利もあり、ムーティエの二冠達成の後方で5着に終わった。翌日、朝日新聞東京版は、 肉気関西勢アロー下し三着までも独占との見出しで競馬の扱いとしては異例の四段抜きで結果を報じた。夏は休養にあて、秋はクラシック最終戦の菊花賞を目標に10月4日のセントライト記念からの指導を予定していた。しかし官房で出走を取り消し、20日後に京都新聞杯で改めて復帰した。ムーティエと5度目の対戦となったが、 同馬は夏の間に全名勝を発症して競争能力が著しく減退しており七着と大敗、アローはタマホープを捉えきれず首差の二着と敗れた。迎えた菊花賞では一番人気に支持されたが周回二周目の第三コーナーで一旦先頭に立った場面が唯一の見せ場という内容で立て天竜の九着と大敗を喫した。一方、 クラシック3冠を狙い出走していたムーティエは11着に終わり、これを最後に引退した。年末のグランプリ競争有馬記念では、スピードシンボリ、赤根天竜、だて天竜の競り合いから3馬身離された4着に終わった。その後、脚部不安を生じて休養に入り、翌1971年9月にスプリンターズステークスで復帰した。 アローのスピードが活かせる距離として一番人気に支持されたが、サイドの四脚と敗れた。この結果に陣営は大きなショックを受け、これ以上惨めな姿は見せたくないとの思いから、これを最後に引退、守護が入りとなった。引退後は、北海道ーカップ町の松県農場で、つなぎをされた。優れたスピード能力と両欠が評価され、後輩等数は初年度72等。 二年目と三年目には百頭以上と、当時礼遇されていた、内国産守護馬としては、異例の人気を集めた。初年度産区からは、データニアが1976年の大歌賞と、優秀品馬、オークスを制し、アローが勝てなかったクラシック制覇を達成。1980年、1981年には、中央、地方を合わせた全日本リーディングサイヤーを獲得した。以降も、 王歌賞優勝馬、リーゼングロス、オークス優勝馬のあの箱船など、毎年の3区から、重賞勝利馬を輩出。1970年代後半に、東証ボーイ、マルゼンスキーラが、種ボバ入りするまで、新山と並び内国産種ボバの筆頭格として、活躍を続けた。また、外資手品馬の活躍が多かったものの、競争馬としては、重賞一勝に止まった、リードワンダーが、 後継シュボバとして、数々の重症症リバを排出した。しかし、不景としては、先細りとなり、現在は衰退している。また、貧馬の活躍馬が多かったにもかかわらず、サンクが、繁殖貧馬として、相当数デビューした2000年以前に、リーディングサイアーとなったシュボバの中で唯一、ブルードメアサイアーとして8大競争の勝ち馬を、さらに広げても GIJ プニー競争に相当する。 大レースの勝ち馬を出していない。1988年、高齢により、生殖能力を失いシュボバを引退。その後は伊達が経営するサンシャイン牧場に移り、二歳馬と共に放牧されて、目付役を任された。わがままな若子までも、アローには素直に従ったという。以後晩年まで健康を保っていたが、1991年の3月に、入り急速な衰弱を見せ、 同月5日に老衰で死亡した。谷のムーティエ死亡から24日後の出来事であった。谷のムーティエは、種ボバとしては、失敗に終わったことから、競争馬としては、谷のムーティエが勝ち、守母場としては、アローエクスプレスが勝ったとも評される。他、当時3年目の柴田正人とアローエクスプレスの出会い、札木賞を前にしての乗り換わりは、 年長の実力者に騎乗馬を略割れる若手騎手の悲哀を象徴する例として、そして柴田の飛躍の契機と高松との強い結びつきを示すエピソードとして、しばしば語られている。札月賞の前、柴田に加賀武見への騎手変更が宣告された当日、柴田は内心で納得がいかず、夜になって深酒をして過ごした。そして高松の自宅に赴くと、 自分が何かミスをしたのか、言ってみてくれと、涙ながらに、高松を問い詰めた。この時柴田は殴られる覚悟であったというが、高松もまた涙を流し始め、誰よりも自分が乗せてやりたいが、馬主もファンも許さない。アローは、日本一になれる馬だから、日本一の騎手を乗せる。悔しかったら、かが武見を超える騎手になれと悟したという。この言葉を受けて、柴田も引き下がったが、 この経験が、後の柴田の騎手人生にとって大きな糧となった。その後柴田は、数々の大競争を制し、1988年には、全国リーディングジョッキーも獲得した。柴田は後に、僕は、大レースで、アローに乗れなかったおかげで、一人前の騎手になれた。1日も早く一人前の騎手になって、アローに恩を返したいという一年が、 どうにか今の自分につながったと感謝の念を語っている。時代の経過とともに、フリーランスで活動する機手が増えていく中、柴田は引退まで、高松三太とその子、国王の二代にわたって、高松旧社で機手を受けた。また、柴田を降板させただてとも良好な関係を築いており、ファンタスと、ブロケードといった所有場に騎乗して、クラシック優勝を果たしている。 父スパニッシュ・エクスプレスは1964年のミドルパーク・ステークス優勝馬。伊達秀和が輸入し、他に高いホーマラを排出したが、日本では共用3年のみで事故により創生した。四大母・ウダイプールは1932年のエプソム・オークス優勝馬であり、その子孫に数々の名種ボガを出している種ネボバ族の系統である。近親に、 日本で7度のリーディングサイアーとなった、ヒンドスタン、アメリカで11頭の G1 優勝馬を出した、ワイルドアゲインなど、1982年の東京優秀、優勝馬バンブーアトラスも同じ、メス系に属する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。